今回ご紹介する駅は関東鉄道上総線北三街道駅です。一面一線の防線駅でありながら、その利用者は1日平均約300人以上と言われております。ただそれはコロナ前の数字なので、今はどうなっているかは分かりません。コロナ前の2019年までは右肩上がりで利用者を伸ばしていたようです。そんな関東鉄道上総線北三街道駅を見ていきたいと思います。まあそれにしても小さいながらに立派な駅舎ですね。でこのようなベンチなんですかね、なんかこういったものも置いてあります。ここで休憩とかするんですかね。ちょっとこの日は暑かったので、あの椅子に座ろうとは思いませんでした。駅の前はこんな風な感じになっています。木々があって、そうですね、ちゃんと整備されてるんですね。花壇とか木々とか花なんかもありますね。
おや、また電車が来たようです。あ、電車と言ってしまったのですが、気動車でしたね。関東鉄道常総線北三街道駅、どうでしたでしょうか。また次の動画でお会いいたしましょう。